新潟発の第1便は乗客60人を乗せ、午前7時半過ぎに離陸し、仙台空港に向かいました。約45分でですね、飛行機を新潟空港から仙台に就航という形になります。観光のみならずですね、こういったスポーツの交流、こういったところもですね、ぜひ我々もですね、後押しできる、そういったところで貢献していきたいと思います。どうぞ。新潟空港では就航を祝うセレモニーが開かれました。午前9時半過ぎに仙台からの第一便が到着すると、観光関係者などが乗客を出迎えました。実家が新潟市なんで、今仙台住んでるんですけども、それでちょっと連休の帰省も兼ねて、ちょっと初便ということで乗ってみようかなと思いました。4時間5時間かかったのがもう40分ぐらいで来れたんで、本当快適でした。時計屋の仙台線は週5日1日2往復の運行で、新潟空港からは午前7時35分と午後6時50分に出発します。